皆さんこんにちは。 GCN ジャパンへようこそ。ブエルタエスパーニャ第6ステージのハイライトをご紹介します。前回の第5ステージではブルゴス BH のアンヘル・マドラソがステージ優勝。何度も逃げ集団に離されたりしましたが、その度にヨーヨーのように戻り、最後の山頂ゴールではアタックを仕掛けフィニッシュという劇的なレース展開を見せてくれました。第6ステージのコースレイアウトを見ていきましょう。モラデ・ルビエロスからアレスデル・マエストラトまでの 198.9 キロ、スタートからすぐに2級3級山岳が構え、終盤にも3級山岳を1つ越えた後、標高1195メートルの3級山岳でゴールするクライマー向けのステージになっています。スタートから105キロ地点で大きな落車が発生しました。 EF エデュケーションファーストのリコベルト・ウランとヒュー・カーシー、 CCC チームのビクトル・デラパルテがリタイアを発表。この落車には前日まで総合首位でラ・ロハを着ていたチームサンウェブのニコラス・ロッシュも巻き込まれ、一度レースに復帰しレースドクターカーで治療も受けましたが、数キロ先でリタイアしました。コース序盤からエラダとトゥーンスを筆頭にポリャンスキー、ヘーシンク、ヴァンガーデレン、グルマイ、オリベイラ、ゴドン、ブランビ・ラ、デラクルス、アルミライルの11人の選手が逃げ、60キロ地点では集団をアスタナが牽引しタイム差を縮めようと奮闘します。残り30キロを切り三級山岳の上りがスタートすると、先頭の逃げ集団からミッチェルトン・スコットのツカブ・グルマイがアタックして先行。フィニッシュまで残り25キロの三級山岳であるプエルト・デ・キューラをグルマイがトップ通過。追走グループでは EF エデュケーションファーストの TJ ・バンガーデレンが三級山岳のダウンヒル中に曲がりきれずに転倒するアクシデントが発生。バンガーデレンはレースを続行することができましたが、このステージを最下位でフィニッシュしています。残り8キロのプエルトデアレスの麓で追走とのタイム差はたった30秒、メイン集団とは6分近く遅れていました。フィニッシュまで残り4キロといったところで、30秒差で逃げている先頭のグルマイとオリベイラを追いかけるべく、逃げ集団からグルパマ FDJ のブルーノ・アルミライユがアタックをしたのをきっかけに、エラダとトゥーンスも反応して逃げている2人を追います。エラダとトゥーンスがフィニッシュ3キロ手前で2人に追いつきます。しかしここまで逃げてきたグルマイとオリベイラには、エラダとトゥーンスに合わせるほどの力はもう残っておらず、じりじりと距離が離されていきます。トゥーンスが、いや前に出てちょっと引いてよとハンドサインを出しますが、エラダは首を横に振っているなんて光景も見られました。フィニッシュ300メートル手前で首を横に振っていたエラダが急にアタック。トゥーンスは、いや俺が引いてやったのに元気残っとるやないかいと言わんばかりに画面外に姿を消します。そのままコフィディスのヘススエラダがフィニッシュ、ステージ優勝を飾りました。一方、6分遅れのメイン集団ではフィニッシュ手前に UAE チームエミレーツのダビデ・ボカチャルがアタックします。フィニッシュ手前であったため集団もスピードを上げ、最終的に新人賞総合2位で白いジャージを着ていたボカチャルは2秒先行してフィニッシュしています。ヘススエラダは出身がスペイン。ホームでのグランツールで勝利を残せたのは彼にとっても非常に嬉しいことでしょう。さあ今回のステージ結果は、1位ヘススエラダ、2位ドゥラントゥーンス、3位ドリアン・ゴドン、以下ご覧の通りです。日本の荒城幸也は22分52秒遅れの161位でステージを後にしています。総合順位は1位ディラントゥーンス、2位ダビ・デラクルス、3位ミゲル・アンヘル・ロペス、以下ご覧の通りです。次回の第7ステージのコースレイアウトはオンダからマス・デラコスタへの 183.2 キロ、最後の坂はたった 4.1 キロしかありませんが、平均勾配は 12.3% で、最後の数百メートルが 17.5% と非常に激坂です。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回のハイライトでお会いしましょう。さようなら。